こんにちは、のべや本店ののべです。今日のテーマはゆしゃん迷子、こういった内容でお届けしたいと思います。まずは視聴者さんからのコメントを読ませてもらいたいと思います。 KK さんから、こんにちは。私はゆしゃん5年ほど経つのですが、いろんな方のゆしゃん方法を試しました。のぶさんのやり方も試させていただきました。でも、ふけ、かゆみが全く良くなりません。髪質は確実にいいのですが、どうしてもここが改善されません。ドライヤーをし終わった後も、指に油のようなものがついていて、赤のようにこすると出てきます。もう私なりにかなり研究したのですが、これ以上どうしていいかわからず、アドバイスいただきたいです。ゆしゃんは地球にも自分にもいいので、どうしてもシャンプーを使いたくないのです。よろしくお願いいたします。こういったコメントいただきました。のぶさん、これまでかなりの数ゆしゃんについての動画投稿させてもらいました。ご存知の方も多いと思うんだけど、こののぶさん自身がゆしゃん歴13年です。頭だけではなくて、顔も体もお口の中も洗剤を一切使わずにお湯のみで洗っております。ただ最初に言っときます、ゆしゃん関連の動画の時毎回言ってるんだけど、このノブさん、ゆしゃん推進派でもなければシャンプー反対派でもございません。それプラスゆしゃんの専門家だと思ってるわけでも何でもございません。ただこのコメント読ませていただいた時に、ノブさんの考えというのははっきり明確にございます。そこで今日はこの KK さんに向けてノブさんのメッセージをお伝えしたいと、そういうふうに思っております。ちなみに今日のおまけコーナーはのぶレディオです。あなたのコメント読まれるかもよ。ということで今日も内容盛りだくさんでお届けしますので、必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。では早速参りましょう。このゆしゃんのお話ね、 KK さんは5年ゆしゃんを続けてる、いろいろ調べてあれこれ試してみた、でも自分の頭皮に起こっていること改善されていないと、こういった話ね。これね、まずノブさんが最初に思ったのは、よくそれで5年も続けたなということね。いや、すごいなと思っちゃうよ。このコメントを見させてもらう限り、あまりよろしくない状態なはずなんだよね。でも5年続けたと。これはね、なかなか気合と根性のゆしゃん道だなと。ノブさん、率直にそう感じました。しかもだね、このドライヤーし終わった後、指に油のようなものがついていると。そして、赤のようなものがね、こすると出てくるっていうわけ。これね、かなり深刻だし、相当 KK さん自身もストレスなんじゃないかなと思うのね。で、これ疑問に思ったのは、じゃあ KK さんはシャンプーしてた頃はどうだったんでしょうか？ということなのね。もし、シャンプーしてた頃、この指に油のようなものがついたり、赤のようにこすると出てくるということがなかったんであれば、今すぐシャンプーしたらいいんじゃないですか。 KK さんからしてみれば、それを言っちゃおしめよみたいな話なのかもしれないんだけど、ぶっちゃけノブさんは素直にそう思いました。そもそもノブさんはなぜ13年前にゆしゃんをしたのかというと、シャンプーしていることによってよろしくないことが起こっていたので、それを改善する策の一つとしてゆしゃんを試してみたところ、それがノブさんにはぴったり合っていた。ノブさんが抱えていた問題がゆしゃんによって解決された、だからなのね。でも KK さんはゆしゃんすることによってトラブルが起こってしまったわけだよね。そういった場合はとっとと元の生活に戻す、これが一番なんじゃないかなと思います。これまでもね、たくさんゆしゃん関連の動画投稿させてもらったんだけど、その都度ゆしゃんにしたらこんなにまずいことが起こりました、不都合なことが起こりましたというコメントが毎回のように複数寄せられます。のぶさんはいつも思うのよね。ゆしゃんでよろしくないことが起こったんだったら、ゆしゃんする前の生活に戻ればいいじゃないかと。そもそもなんでゆしゃんをしたんだと。ここかなり大事なのよ。すごくね、シンプルな話なんだけど、あなたはなぜゆしゃんをするんですか？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 ここが大事なのね。特に目的もないんだけど、なんとなく良さそうだからゆしゃんをする。これこそがゆしゃんを続けられない最大の理由だと思ってんだよね。それと多くの人はゆしゃんというものが何かものすごく特別なことだと、その先入観が拭いされないままゆしゃんを始めてしまう。ノブさんが思うゆしゃんというのは、今まで使ってたものをやめるだけね。特別なものでも何でもないわけよ。これは何か難しく考えてしまったり、中には神聖なものみたいに感じてる人いるんじゃないかなと思うんだけど、全くそんなことはないからね。でね、この KK さんのゆしゃんの目的というのは、このコメントの中になんとなく書いてあるんだけど、それはね、地球にも自分にも良いというふうに書いてあるのね。そしてどうしてもシャンプーを使いたくないと。これね、でも現実は自分には良くないことが起こってしまってるわけだよね。まあ確かにゆしゃん地球にはいいでしょう。
排水口にシャンプーを流さないということで地球にはいいんでしょうが、実際問題として KK さんにとっては自分には良くないことが起こってるんだよね。大事なところだからもう一度言います。 KK さんにとっては自分に良くないことが起こってるんです。こことしっかり向き合いましょう。結論から言ってしまえば、ノブさんは KK さんは今すぐシャンプーの生活に戻った方がいいと思います。これがね、3日目です4日目ですだったらノブさんの答えは違ってました。でもね、5年やってるんだよ。5年、5年やっていろんな方法を試してみた。でも指に油がついてくる、こすると赤のようなものが出る。だとしたら湯シャンのやり方どうこうを考える前にシャンプーに戻した方がいいです。それとこの指に油がつくであるとか、こすると赤が出てくるというのは、もうすでに湯シャンのやり方の問題ではないです。これはね、断言してもいいでしょう。湯シャンのやり方がまずいから指に油がついてくるとかね、こすると頭皮から赤のようなものが出るのではないと思ってください。これはね、間違いなく湯シャンのやり方以外の問題だと思います。断定はできないんだけど、例えば紫外線であるとか、例えば食べ物であるとか、例えば睡眠時間とか、例えばストレスとか、いろんな湯シャンのやり方以外の問題で起こってると。ここに着目しない限り、いつまで経ってもあのやり方、このやり方、ずっと湯シャン迷子、この迷路から抜け出せないはずです。ね、このドライヤーをした後に指に油がつくと、ね、赤のようにこすると出てくる。これを改善することが、ノブさんは一番の先決なんじゃないかなと思うのね。もし KK さんがシャンプーしてた頃こういったことが起こってなかったんであれば、今すぐシャンプー生活に戻った方がいいと思います。繰り返しになるけども、自分にいいではなくて自分に良くないことが起こってるのが現実なんです。地球にいいとか考えてる場合じゃないんです。まずは自分の頭皮、油が出たり赤が出たり、これを改善すること、先決で考えていきましょう。湯シャンがいい、この考え方今すぐ忘れてくださいね。これね、ノブさんいつも思うんですよ。湯シャン以外のことでもね。例えば同じ美容院に何年も通い続けています。何度言っても分かってくれません。どういう伝え方をしても分かってくれません。こういう人いるよね。それね、一番の問題は分かってくれない美容院に行き続けてることなの。まだ他にもあるよ、同じ治療院に通ってます。私のこの悪い箇所が何年通っても改善されませんね、これも全く同じ。改善されないのに通ってること自体がまず問題なわけだよね。さらに言うとだね、病院に通っていてお薬を出されています。そのお薬ずっと飲み続けてますみたいな。お薬って何かこう病気を治すために飲むわけだよね。でもその薬をずっと飲んでるのに治らないってことはどういうことなのかと、のぶさんに言わせてもらうと聞いてないってことのような気がするのね。まあ中にはね、それを飲んでるから抑えられてるっていう人もいるんでしょうが、ノブさん的に言わせてもらうと、治るために飲む薬が治んないんだったら意味がないと思っちゃうのよ。まあこれらはね、異論反論あると思います。でも、ノブさんの個人的な考え、ね、で言わせてもらうと、そういうことなわけ。でね、このチャンネルいつも見てくれてる人は、まあ薄々というか、かなりビシビシ感じてくれてると思うんだけど、ノブさんはですね、そもそも、テレビや新聞や、ネットニュースというものを全く信用しておりません。もともとそういうの目を通さないんだけどね。そして国が言っていることは正しいなんていうふうに全く思っておりません。もちろんある道の専門家が言っていることを全て鵜呑みにすることもなければ、究極の話、家族や友人知人誰かが言っていることを鼻から信じ込むなんてことを全くしない人間なのよ。まず自分が情報を得たときに一番最初に頭に浮かぶ言葉、それはそうなんだ、これです。まずはニュートラルな状態で情報を受け取ります。そしてそれに興味があれば自分でさらに調べてみる、または実際に実践してみる。そこで感じたことが自分の中での真実なのね。だからいくら世間の大多数がこう言ってるね、国の機関がこう言ってると言っても、ノブさんは実際に自分の周りで起こっていること、または自分自身に起こっていること、これだけを信じてるわけね。まあね、湯シャンなんていうかなりこんなマニアックなお話だけじゃないよ。今世界中で起こっているこの現象すら、ノブさんはテレビや新聞やネットニュース、国が言ってること
を信じるのではなくて、実際に自分の周りで起こっていること、自分自身に起こっていること、これを判断基準にしています。なのでそれに対して何をするかしないかは全て自分の判断です。これね、勘の鋭い人ならノブさんが何を言わんとしてるかよく分かってもらえると思うんだよね。ノブさんというのはそういう人間です。まあその辺もひっくるめて、ユシャンを5年もあの手この手でやってみたのによろしくないことが起こってるんであれば、今すぐシャンプー生活に戻ろうぜと言っております。なのでこのノブさんのメッセージ、信じるも信じないも KK さん次第です。そしてね、この KK さん以外に今日この動画見てくれてるあなた、今日のノブさんの言ったことじっくりと考えてみてください。自分に当てはめて考えてみてください。でね、ノブさんのこういった考え方が好きじゃないという方はですね、もう二度とこのチャンネル見ない方がいいです。ノブさんは常に全てにおいてこういった考え方で生きております。全部この考え方に基づいて発信をしておりますといった感じで、 KK さん、ノブさんの答えになったでしょうかね。まあいつもです。いつもノブさんはどんな質問を投げかけられてもこうして答えなのか何なのかよくわからない、じゃあ明日からどうすればいいのかは自分で考えなければいけない、そういったアンサーしか出てきません。とにかく自分で考えて、やってみて、感じて、改善する、これの繰り返しなのね。 KK さんはもちろんユシャンをそうしてみました。でもユシャン自体をやめるという考えに至ってなかったんだよね。なので今回は KK さんにお伝えしたかったのは、ユシャンをあれこれするだけではなくて、シャンプー生活に戻るという選択肢も視野に入れてやってみてはどうですかということでした。参考になれば幸いです。ということで現場からは以上です。ではここからはノブレディオのお時間です。シャキーン。参ります。リコリコさんから、女性に向けた動画チャンネルだからといって男性が見てはいけない、コメントしてはいけないなんてないですよね。好み、知りたいこと、見たいこと、人それぞれ、性別なんて関係ないと思います。私、視聴者の大半が男性のチャンネルたくさん登録してますよ。こんなコメントいただきました。今回ご紹介するコメントはこちらの動画、女性専門チャンネルにつき男子禁制なのかといった動画です。この動画にいただいた男性視聴者さんからのコメントにお答えする形で作った動画です。そこにこのリコリコさんが、こういったコメントをくれました。リコリコさんは女性なんだけど、女性の私も男性が見るチャンネルも見てますよと。そうね、 YouTube のチャンネル、もっと言ってしまえばテレビだって新聞だって雑誌だってターゲットというのはあるにはあるのよ。でもじゃあそうじゃないからそれを見てはいけないなんてことは一切ないわけね。もちろんお店の場合はあったりするよね。女性専用のお店です、ね、男子が入ってはいけません。男性専用のお店です、女子は入ってはいけません。そういったことあるのかもしれないんだけど、 YouTube のチャンネルというのはですね、男性が見てはいけない、女性が見てはいけない、ね、年齢がいくつは見てはいけないとか、そういったことは何もないです。もうね、本当にね、リコリコさんの言ってる通り、まだねこちらの動画見たことないという男性視聴者のあなたはですね、ぜひともこのノブさんからの男性への愛のメッセージ受け取ってください。ということでリコリコさんありがとう。次、タナハさん、ノブさんの動画を見ている男子って意識高い系ですよね。素敵な大人男子が増えると嬉しいです。こんなコメントいただきました。そうね、女性からしてみたらノブさんの動画見てる男性って意識高いなと思うよね。そして多くの女性は素敵な大人男子が増えてくれたら嬉しい、その通りだと思います、ね、世の中の男がみんなどうしようもない感じになっちゃうよりは、美意識が高くていつも元気でかっこよくいる、こんな男性が増えたら大人女子の皆さんにとっても嬉しい限りだろうね。ということで田中さんありがとう。次、エリ・ハナーちゃん、うちは夫婦で見てます、旦那さんもチャンネル登録してます、ノブノブって毎日言ってます、今ノブかっこいい、赤ズもかっこいいって日本語教えてます。さくらさんへ、昨日もコメントしましたが男性でも全然ウェルカムです、うちの旦那さんも見てます、しかも日本語一切わからないのに。こんなコメントをいただきました。このエリ・ハナーちゃんはですね、
アメリカ在住、旦那さんはアメリカ人という視聴者さんです。いいですね、この日本語がわからない旦那さんにノブかっこいい、赤ズもかっこいいという日本語を無理やり教え込んでいるという。しかもこの旦那さん日本語は一切わからないのにエリちゃんと一緒にノブさんの動画を見てくれていると。最高です。できたらね、エリちゃんが日本語で通訳をしてあげてください。でもね、確かエリちゃんの過去のコメントでは、ノブさんの動画が投稿される日本の夜9時半はエリちゃんの住む町では朝なんだよね。朝ごはん食べながら見てくれてるみたいなコメント前にもらった気がするんだよね。そうなるとなかなかゆっくり通訳もしてられないだろうけどね。とはいえ旦那さんが見てくれているノブさんめちゃくちゃ嬉しいです。ということで、エリちゃん、デイビッド、ありがとう。次、ひとみ浅野さんから。私は知り合いの男性や息子にノブさんのチャンネルおすすめしてます。サムネ見ると女性だけなんかなーって思っちゃうかもですが、ノブさんを知れば覆ること受け合い。息子が渋いおっちゃんやなかっこいい意味でねと第一声でしたよ。さくらさん、ノブさんからたくさんのウィンクもらっちゃってふふ。今日なぜかノブさんがモーゼに見えた。こんなコメントいただきました。ひとみさんはですね、美容師さんです。美容師さんなんだけど、知り合いの男性や息子さんにノブさんのチャンネルをおすすめしてくれてると。で、このウィンクというのは、ノブさんが一昨日の動画で、ね、ウィンクを連発したわけです。男性の視聴者大歓迎ですよ。バチ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 ってね、そのウィンクのことね。で、普段ね、ウィンクってしないからね、自分でやってて面白くなっちゃったよね。それとね、ノブさんね、もうヒゲも生やしてて髪もボーボーだからね、いつもキリスト様に見えますとかよく言われるんだよ。ということで、ひとみ浅野さん、ありがとう。次、中田愛子さんから。ノブさんの YouTube、弟に教えて、弟もノブさんにハマってます。ユシャンも始めて数ヶ月で、私は毎日ユシャンではなく週半分。弟には合っているみたいでいいそうです。ノブさんは白髪染めしなくてもかっこいいから、白髪染めもやめたみたいです。ノブさんの説明や話し方や人柄が好きみたいで、面長なとこ同じだから、老眼もノブさんがかけてる形の探すとまで。老眼鏡のことね。会った時はノブさんの話。男でもそういう美意識的なものは大事ですよね。こんなコメントをいただきました。これね、コメント欄でもノブさん直接お返しさせてもらったんだけど、ノブさんのこの老眼鏡、実はキャンドゥというね、100円ショップで買いました。まあ、買いましたというかね、もうずいぶん前からこればっかりかけてんの。これ100円ショップの100円の老眼鏡です。 1.5 です。これね、もうめちゃくちゃ軽いしね、見た感じもノブさんすごくね気に入っている。で、一つ老眼鏡とは関係ない話なんだけど、メガネの似合う似合わないというのはね、ノブさんが考えるに、ノブさんのように細長い人は細長いメガネが似合います。丸顔の人は丸いメガネが似合います。これはノブさんが前から言っている相反する要素が隣同士にあるとお互いを目立たせ合いますという法則でのっとってるわけね。細長い人は細長いものが似合う、丸い人は丸いものが似合う。これ逆で考えてみるとだね、ジョン・レノンいるでしょ、ジョン・レノン、ね、ビートルズのジョン・レノン、彼はものすごく細長い顔、尖った鼻なのに丸眼鏡をしてました。あれはお互いを目立たせ合うわけよ。彼はね、わざとそれをやってたのかもしれないんだけど、すごくインパクトがあるよね、インパクト。これはもしかすると悪く言ってしまうと違和感だったりするわけ。じゃあその違和感をなくして馴染んでると見せようとしたら、細長いものには細長いものが似合いますといった豆知識だったわけですが、ぜひとも愛子さん、弟さんによろしくお伝えください。そしてですね、弟さんからもコメントいただけるようにお伝えください。ということで、愛子さん、ありがとう。愛子さんの弟さん、コメント待ってるよってな感じで、今日のノブレディは以上です。では今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日ノブさんお休みです。実はですね、久しぶりにタコの調査に行こうかなと思っております。夕方6時ぐらいがですね、ちょうど潮がいい、潮がいいっていうのは海の状態が良くなるということね。大潮、中潮、小潮みたいなの聞いたことあるかな。これは干満の差がどのぐらい激しいかということね。これは月の引力によって地球はずっと大昔からそのリズムで動いております。海の中というのは当然ね、そのことによって影響されているわけで、今日は夕方6時が一番いい時間なんじゃないかとノブさんは睨んでるわけね。今の時期ね、もうすでに6時というと結構暗くなりかけてるよね。このいい時間帯と日没、まあ、または夜明けもいいんだけど、まあ、どうしても、ね、海の中というのは夜明けと夕暮れ、いい時間なのね。
そして潮がいい時間帯が重なるので、今日はかなり期待できるんじゃないかなと。まあ、ここのとこね、タコさんのお顔見れていないので、今日こそは一杯釣っていきたいと。そんな風に思います。てな感じで、なるほど、納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。それと、9月15日水曜日夜9時半から、第6回目のライブ配信やっちゃいます。このチャンネルの編集&音楽担当のアカズも福岡県田川市から、千葉県市川市の信屋本店に駆けつけて、我々二人であなたと楽しい時間を過ごしたいと思います。今のうちスケジュールのチェックよろしくお願いします。では今日もじゃんけん行きましょう。行くよ。じゃんけんぽい。チョキでした。じゃあ最後は例の、私、女に生まれてよかった。俺、男に生まれてよかった。OK! バイバイ!ありがとう!1、2、3、4!